電撃文庫ファイティングクライマックス、ストーリーチューズやエンボイオブホープ、頑張ります。お前は俺が守る。ユージさんの家によく通ってるらしいですね。お料理しに行くんですか？通い妻ですか？料理？そんなのリュウジにやらせときゃいいのよ。自堕落な生活を送っているのに料理は得意じゃないんですか？喧嘩売ってんのあんた。だいたい自堕落なのと料理の腕と何の関係があるのよ。関係大ありです。料理は他人に養ってもらうための必須スキルなんですよ。威張って言うことじゃないわ。努力の方向性がネガティブすぎる。それに私の場合はリュウジの方が料理も掃除も洗濯も得意だから、別に必要ないの。それは妙ですね。男の人が料理スキルをそんなに上げて何の意味が。はっ、もしかしてリュウジさんはタイガさんに養ってもらうために家事スキルを上げているのでは。なわけないでしょうが。あんた頭に回す栄養が全部胸にいっちゃってるんじゃないの。その綺麗な頭を吹っ飛ばしてやります。かったるいわね。ラウンド1ファイト。
野獣ネットゲーマー、敵ですね。あ、アコちゃん、どうしたのかな。ラウンド1、ファイト。ヘイヤッチャー、ガーデス、クラッシングスライバー。失敗しました。リンコさん、待ってください。ミキラー、ロケット、ヘイヤッチャー、ウォッカー、間違えなければ加速の力はあらゆる可能性に満ちている。しかし悪意を持って扱えば恐ろしいことにもなりかねない。誰にでも気軽に使えるものではないのだ。悪いことになんて使えません。意識だけ加速しても幸せそうなリア充をキルすることは無理なので。そんなことよりも加速すればルシアンと一緒にいられる時間がもっともっと増えますね。愛する者との逢瀬を存分に満喫するために加速の力を使うのか。君は意外にロマンチストなんだな。しかし素敵だと思うよ。誰も傷つけることのない平和な使い方だ。加速世界に浸りリアルをおろそかにしすぎるのは感心しないぞ。ルシアには手を出させません。さてそろそろ始めようか。ラウンド1、ファイト。フレイムチャージ。そこそこだ。アイスボールやるじゃない。
ストクリアだ。達也さんの魔法ってすごいですね。私ももっと上手に魔法を使ってルシアンの役に立ちたいです。何か秘訣とかあるんですか？なるべく楽にできる方向でアドバイスをお願いします。お兄様の強さや技術力の高さはもはや修練で得られるようなレベルを超えているのだけど、一つだけ真似できるとするなら良い道具を使うということかしら。お兄様がお使いの CAD は一般のものより高価な分性能が良いものなの。良い道具を使う、つまり課金ですか。なるほど、達也さんの秘密が分かったかもしれません。お手軽に強くなるなら課金が一番だな、とか言っていたマスターの言葉は嘘じゃなかったんですね。あら、そのマスターの方はそんなに強力な魔法を使えるの？十数万円かけて杖を強化したり、機械捨てのアイテムをじゃんじゃん使ったりしてました。道具をグレードアップさせることも大切だとは思うけれど、何事もほどほどが一番じゃないかしら。その綺麗な頭を吹っ飛ばしてやります。私はお兄様ほど慈悲深くない。ラウンド1ファイト。お兄さん、勝手ですね。問題ありません。
一度ぐらいは勝てると思ってるわけ。ラウンド1ファイト。ヘイ、クレイムチャージ。よし、リトライだ。